毎回毎回本当に驚くような学びがあるんですが、今日は本当に目から鱗が何枚も落ちるようなびっくり仰天の発見と学びがありました。今まで3回教えていただきまして、自分ができない自分の欠点というものが本当にはっきりと分かってきました。それも教えていただいただからだと思うんですけれども、左の眉がうまく描けない、これが一大ポイントだっていうことが本当にはっきりしてきまして、で今日もそれでいろいろ教えていただいてる最中にですね、なんで左がうまくいかないのかっていうのをヒデさんが見てて分かったらしくてですね、すごい方法を提示してくださったんですね。それは左手はどうしてもこう左の眉にこういう感じで遠くなってしまうんですね。で私はそれは遠いんだから仕方がない、それに慣れるしかないなと思って一生懸命練習してたんですけれども、遠いんだったら顔を動かしちゃえと。で顔の位置をですね、その右のこう特に眉尻の方を描くときに右の方にこうして動かす。そうすると手がその顔の方にこう近づいていくわけですね。何にもしないで描くよりもずっとこう顔と手が近づくわけです。そうするとすごく描きやすいんです。もうびっくり仰天しました。こんなことは多分ヒデさんじゃないと発見できないと思うんです。自分では到底分かりませんでした。言われてみればその通りなんですが、コロンブスの卵と同じで最初に発見した人はすごいなという話だと思います。で今日はそれで何度も練習しましたら、前よりもその眉尻が前はずっとこう下がっていってしまってたんですが、それがこう少し上に上げて描けるようになりました。今日はそれが一大発見でしたし、その進歩のためのすごい架け橋をヒデさんに与えていただきました。これでまた家に帰ってこの感覚を忘れないようにして練習を重ねていきたいと思います。ですね、例えば地方で呼んでいただいたような場合などは、なかなか美容師さんですとかメイクをしてくださる方がいらっしゃらない。そういう場合はどうしても自分でやらなければならないんですね。で、それでヒデさんにこの今回お願いしたんですけれども、おかげさまで自分でできる自信がつきました。あ、これだったら自分でもできるなと。で、ちょっと習ったぐらいじゃね、例えば化粧品屋さんでもメイクって買う時に教えてくれたりはするんですけれども、それとはやっぱりもう本質的にメイクコンサルっていうのは違うんですね。何が違うかっていうと、その時間をかなり取っていただいて、で私が実際にやっているのを見て、それを見てヒデさんがインスピレーションが湧くようなんですね。あ、この人はこういうふうにすればできるようになるんだっていうのが分かるっていうふうにおっしゃってますね。そこが普通の、メイクの指導と全然違うところですね。で、その通りにやると本当にできるようになるんですね。ですので、今日はですね、このメイクボックスを探してきていただきましたし、これで日本全国世界中どこへ行ってもこれを持っていって舞台に立てるなという自信がつきました。本当におかげさまでメイクコンサルを受けて本当に良かったと思います。大島からも一押しのヒデさんのメイクコンサルです。あなたもぜひどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。それではちょっとだけ自分の宣伝をさせていただきます。去年ですね、コンクールを受けまして、それは大島純子ドキュメンタリー映画という形で、残しました。で、先日東京で初めて上映会をさせていただきました。で、大変皆様の反応が良かったんで、ありがたいことに皆様感動しましたっていうことを言ってくださいましたので、今後はですね、この上映会と、あと自分自身の体験を語る講演、そして
私は歌手なもんですから、そのコンサートですね、こうしたものを組み合わせて、いろんなところで、やってみたいなと思っております。皆さんどうか、地方の方でも、見てみたいなと思いましたら、いろいろ企画していただきまして、大島を呼んでいただければ、どこへでも参りますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。